卑弥呼は、クジラ座の方向、130億光年の彼方に存在する巨大なライマンアルファーアー天体。ハワイのスバル望遠鏡で、大内正美特別研究員が率いる、日米への国際研究チームによって発見された。130億年前の光であり、研究者は発見当時、今まで宇宙初期時代で発見された物体として、最も大規模なものかもしれないとしている。 地球に光が到達するまで130億年かかっており、宇宙の始まりから8億年の頃の天体であるとされる。ヒミコはハワイのスバル望遠鏡で大内正美によって発見された。発見された場所はスバル XMM ニュートンディープサーベイフィールドであり、この範囲で他の207個の銀河候補と共に見つけられた。ヒミコはその中の一つであったが、あまりに明るすぎて、 遠方の天体と信じられていなかった。WM ック点問題やラスカンパナス天文台で分光観測が行われ、ヒミコには水素規制があることが分かり赤方変異が Z イコール6.595であることが分かった。これによってヒミコは130億光年の距離にあると確認された。カリフォルニアのカーネギー研究所で研究を行っていた大内正美は、 私はこの距離で画像を分解できた他の類似した天体を聞いたことがない。ちょっと前代未聞だ。と述べている。データに基づけば、この天体は早期宇宙で次の大規模な物体に比べ10倍以上の大きさで、太陽質量の400億倍の質量を持ち、大きさは5万5千光年で、我々の銀河の半分くらいの直径を持つとされている。なお、距離については巨大。 ブラックホールや銀河衝突の影響によって赤型変異の数値が変わる可能性がある。ヒミコの発見によって宇宙の初期に現代の平均的な銀河と同じ程度の大きさの巨大天体が存在したことになった。これは小さな天体が重力によって徐々に集まっていき大きな天体が形作られていくという現代の宇宙論では説明ができない。また、 その後も宇宙初期に成長した銀河やブラックホールが発見されている。2013年11月、東京大学宇宙船研究所の大内正美、准教授や国立天文台、ハーバードスミソニアン天体物理学センターなどの共同研究により、卑弥呼は一直線に並んだ三つの星団を巨大な水素ガス雲が包み込んでいる構造をしていることが分かった。 この天体は3世紀に存在したとされる、山大国の女王卑弥呼にちなんで名付けられた。他に、アマテラスや、弁慶といった候補もあった。ABCDE、シンバド、アストロノミカルデータベース。リザルツフォーネーム卑弥呼、2014年7月19日、閲覧。AB、古代宇宙の巨大天体、卑弥呼。アストローハーツ、2014年7月19日、閲覧。 A.B. 宇宙ビジュアル大図鑑用泉社用泉社ムック2014年7月70から71ページ ISBN978 から4から 800304377A.B.C.D.H.S.U. ジェレミージャイアントミステリーブログディスカバードニアドオンオブタイムスペースドットコム http://www.space.com スラッシュ s c i e n c e a s t r o n o m y スラッシュ 090422-s-p-a-c-e-b-l-o-b.html 2009年4月24日閲覧。古代宇宙で巨大天体を、発見謎のが救うもひみこ、国立天文台。 h t t p w w w n a o j o r g p r e s s r e l a s e 2 0 0 9 0 4 2 2 j i n d e x h t m l 2 0 1 4年7月19日閲覧。100億光年の彼方に成長しきった銀河を発見。 国立天文台 <www>. http コロンスラッシュスラッシュ www.naoj.org スラッシュ p r e s s r e l e a s e スラッシュ2009スラッシュレ4スラッシュレ3スラッシュインデックス html 2 0一四年七月十九日閲覧後藤とも次ぐスバル望遠鏡百二十八億光源彼方に宇宙サイエ型の超巨大 ブラックホールホスト銀河を発見。2014年7月19日閲覧。巨大天体、ヒミコの謎解明。ナショナルジオグラフィック。2016年6月13日閲覧。ミステリアススペースブログディスカバードアットコズミックドーン。カーネギー研究所。2009年4月23日閲覧。ありがとうございます。